皆さん、こんにちは。エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴、誠にありがとうございます。さて、今回もご常連さんからの最新ボード、柏市の K さんからですね、えー、と2年ほど前にセカンドボードということで、えー、ループスイッチャーにですね、ほぼ、えー、ミニペダルオンリーボードということでね、エペボーチャンネルでもご紹介させていただきました。で、そのボードをですね、どうも再構築されたということで、今回投稿いただきまして、誠にありがとうございます、えーと。スイッチャーの方もですね、プログラマブルスイッチャーということで、大型になって、えー、それからジャンクションボックスもミニタイプでこだわってですね、えー であとポイントはあの、ズームのコンパクトマルチが2台入ってるというところですかね、えー、そして、えー、ループの方にはですねミニペダルが、えー、収まっておりますけれども、今回のポイントはですね、えー、レクティークの姉妹ブランド L。 を核として構築したということですね。で、さらにあの今回の大きなポイントはですね、すべてのミニペダルがループに収まっているんではなくてですね、つながっているんではなくて、スイッチャーの前にですね、1台置いていると、要するにクリーンブースター的に使って音の輪郭と解像度を上げて、その後でこでスイッチャーに信号が入っていくというような構成になっている、これは面白い使い方だなというふうに思いましたので、ぜひともね、皆様方もスイッチャーをお持ちの方は、こういった使い方もありかなと思いますので、ぜひともね、つないで音出しされてみてはいかがでしょうか。K、さん今回も勉強 になりましたいつもご配慮いただいた投稿とコメント誠にありがとうございました。